白いドレス花の冠世界一の愛を誓う。
私がずっと憧れてた結婚式場でこんな素敵なドレスを着た花嫁にしてくれてありがとう。最後と過ごす時間は私にとってとても幸せで大切な時間です。これからも私と一緒に素敵な時間を過ごして素敵な思い出をたくさん作っていこうね、という気持ちを込めて時計をプレゼントさせてもらいます。これからもよろしくね。はい、大好き。させていただきます。皆様、改めてそのお二人に大きな祝福をお送りください。おめでとうございます。美里へ、海人さん、美里、ご結婚おめでとう。美里、今日美里の結婚式に行けなくてごめんね。また寂しい思いさせたね。美里を見守った時、父さんお母さんへ。私が1歳の頃から女手一つで育ててくれたお母さん、毎日夜遅くまで仕事をしてたから私は一人の時間が多くて寂しいと思ってた時もあったかもしれないけど、いつも兄ちゃんのために今日も頑張ってくるねと言って仕事に行くお母さんをかっこいいと思ってたよ。毎日夜中の3時4時に帰ってきても朝の6時には私のお弁当を作ってくれたね。2ヶ月前まで私も同じような状況だったけど、朝が弱い私は何度も寝坊してカイトにお弁当を作ってあげられないことがありました。今思えば高校3年間毎日欠かさずお弁当を作ってくれていたお母さんはすごいなと思うのと同時に感謝でいっぱいです。喧嘩もたくさんしたし、お互い泣きながら話し合ったりもしたし、分かり合えなくて家出したこともあったけど、今でもお母さんが私の一番の親友であり一番尊敬する人です。今まで大切に育ててきてくれて本当にありがとう。そして小さい頃お伏せ様になったと聞かされていたお父さん、5年前に再会しお父さんが経営するラッキーゾーンで働くことになり、私にとってとても大切なたくさんのことを教えてくれました。私が誇りに思っていることは、お店を卒業して県外に就職した女の子や県外に出張で行ったお客さんが大分に帰ってきた時、スタッフの女の子ではなくお父さんに会いに来ることです。みんなの大分に帰ったら会いたい人の存在になっているお父さんをすごく誇りに思います。知ってる人もいるかもしれませんが、結婚式の準備をしている途中、おじいちゃんの病気が見つかり、お母さんもおばあちゃんも出席できないかもってなった時は、本当に延長しようかとすごく悩んだ時期がありました。それでも今日結婚式を挙げたのはおじいちゃんに写真だけでも見せてあげたかったからです。延長してじいちゃんがいなくなったらって考えるのが嫌だったからです。すごく辛い決断だったけど、今もじいちゃんを一番に支えてくれているお母さんと悩んでいる時に一番に私のことを支えてくれたお父さん、本当にありがとう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。現在3次会の、場所に、まあラッキーゾーンですけどね、移ってきまして、ついに、本日挙式が全て終わりました。おめでとうございました。ありがとうございます。さあ、海人君どうでしたか？いや、想像以上に楽しかったですね。楽しかった？緊張したやろ？めちゃくちゃ、もうチャペル入る前で震えとったけど楽しかった。いや、めちゃくちゃ楽しかった。いや、ほんと体感1時間やったな。ああ、そうやね。はい、そして主役だった美里さん、どうでした？
いやもうめっちゃ楽しかった。もうなんか今日の前からもう何日も前から楽しすぎていろんな人に電話しよった思った通りの挙式ができましたか。はい、挙式披露宴、うん、満足満足、はい、何ヶ月前からやりだしたかなこの企画は。半年以上やねしたと思うな、結婚までの密着の、記録をずっとやってきましたけどね、思えば指輪を買いに行くとこから始まったよね。で入籍、いろんな、あのなんかサプライズでね、あの思い出の場所に行くみたいなのもありましたし、いろいろ動画の中でもお二人に活躍してきましたけど、ついに今日で、ラスト。すべて通して海斗くんなんかお、いやなんか本当に自分もこの美里も周りの人に恵まれてるなってつくづく思いましたね今日。周りの人のおかげでなんかこんな楽しい式できたっていうのは本当に実感しました。美里さんは、私も本当本当にラッキー入ってよかったなちょっと本当にいいこと言ったテレポついたなはい、そんな感じでね、いい式でしたね。そして最後に美里さんに、質問を一つさせてもらいたいと思います。この企画の、題名でもありました幸せの色という題名でしたね。あなたにとって幸せの色とは何色ですか。いやもうめちゃめちゃ悩んだ。なんかそれ何色なんやろっていまだに私も分からんけど、やっぱ十人十色っていう言葉があるけん人それぞれその色があるやろうし、やっぱカイトと一緒におっちょっても一日一日がなんか全然違う色やなって思うけん、本当にそのウェディングドレスが白い理由はなんかこれからあなた色に染まりますみたいな意味があるけん、なんかほんと何色にでも染まれるやろうなって思うけん、なんか調べたらあの日本で認識されちょん色の数って30何色かがあるらしいんや、うん、もう全部全色全色めっちゃカラフルな色ですねなるほどね、はい、だそういうことだそうです。はい、半年間以上ですね、2人を密着してみましたので、ダイジェストで、ご覧いただきます。それがこちら。今日は結婚指輪が出来上がりましたので受け取りに来ました。あ、そうだ、かわいい。あれ、レッサーパンダ。あ、オッケーオッケー、レッサーパンダでしょ、これは。おお、記者会見みたいな。おもろっこですが、マリーゴールドさん、マリーゴールド迎賓館さんに来てます。ここで結婚式をします。もうここのチャペルはなんといっても私の米のチャペルうわー、すごーい、真っ白、やば、歩くのもったいないな。婚姻届にしようと思います。はい、皆さん、彼がみささんの旦那さんですね。カイト君です。のようかこられてる。まあ多分ゼクシーに乗っちゃうやつは多分大丈夫。え、いいのカイト？実に。愛し合ってる新婚夫婦なら2番目の思い出の場所に打ち合わせなしで巡り合えるのか検証巡り合えるかどうかが問題っちゃう。会えんかったら会えんかったらもう会えるまでやり続ける11時出発でございます。はい、とりあえずの行き先は伊沢さんどちらに。竹田泣けたし会ってほしいな。でも本当に言っちゃくけどやら
じゃない。ガチですね。うん。来るかな、美里。いやー、来てほしいな、これちょっと。ぶ、え、古くない？ほら、おったー。おったー、すごい。お？あれじゃない？消えたそしてもう一つサプライズで、これから何十年と一緒にいることになるけど、美里との未来を考えると楽しみでいっぱいです。もちろん美里も将来の子供も幸せにするつもりなので、これからも周りから羨ましがられる仲のいい夫婦でいましょう。なんと美里の自宅です。特別ゲストがいらっしゃいます。すごいよ。なんと美里さんのお母さんでーす。でも話す感じなんですね。コンドームの付け方教えようかって言ったぐらいやからめっちゃいいお母さんそうそうそう、なかなか話せないですちゃんにしても、うん、美里の結婚式に出られんかったっていうことは多分後悔、悔いは残るだろうし、親として親心として、あ、もう結婚してしまうんかっていう寂しい思いの反面、やっぱ嬉しい反面、ちょっと複雑ですね。まあでも今後美里と海人の人生を歩いていってほしいと思います。なんと今日は前撮りで、前撮りでございますね。こんなに幸せな結婚式できるんやと思った女の子はラッキーゾーンのインスタの DM から体験入店できますので、ご連絡お待ちしております。そしてチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということでした。じゃあまたこれからもお幸せに。ありがとうございました。